はい、と2020年4月15日ドラクエウォーク、本日はいきなり実装されてきた、まあ予定はしとったんですけど、バラもそうやっていこうということなんですけど、久しぶりですね、メガモンさんね。朝ね、これね、何時頃だったかな、10時11時ぐらいだったかな。私ウォークモードにしとるもので、全然ここら辺の告知が来んでわからんですよ。ウォークモードがなんか外れたんかな、急に何をしたかわからん。そしたらこの告知が来とって、というのがこれ今ああやって出てますがね、ちょっと戻しますね。これ予兆とかで撮っても、例えばこの位置からバラモスがここにいますが、ちょっとまだあれですよ、ちょっと、ね、おしゃべりさせてください。これ私が例えばこの位置を動いたとしても、バラモスついてくるんですよ。というのが朝ね、9時じゃない11時頃か、なんかね渋滞かなんかにハマっとったんですかね、確かね。でね、全然ですね、なんか違う道かなんか、団地かなんか入ってたのかな。その時に急にね、民家のところにいきなりバラモスがおったんですよ。なんだこれと思って倒したんですけど、だから多分移動していくんだろうね。その前にこのグオーっていう予兆ありますが、あの紫のぐるぐるしたやつ、あれがね全然なんか違うところに出とったんですよ。だからこれ移動しとると多分ついてくると思うんですよね。いや、まあこんな時にお前移動しとんなっていう、まあまあまあそういう話なんですけど、そういう話はさておきまして、そういう話はさておくんですけど、ただこれ1日3回っていうのはあれですね、多分全員同じ条件にしたんでしょうね。というのがこれ分かりますことない、私みたいなやつがね、これ何、例えばいつものメガモン枠スポットに何3回できるんだけど、そこ行くと行っても倒せるようにすると、私みたいなやつが勝手に行こうとするやつが増えるからでしょうね。それを避けるためにも全員一律で3回にしたんでしょうね。だからあれだろうね、討伐権を使おうがね、課金ジェムのねあれで買おうがどうしようが、もう全員一律なんだろうね。あ、そっちの方がいいだろうね。これ多分私だけじゃなくて、みんな例えば今のメガモンスポットとかにバラモスだけじゃなくゴーレムとかメタルドラゴンとか出てきたら、多分みんな行くに引くよ、絶対行っちゃうよ、これは止めれんと思うわ多分。なんでこんな感じの方がまあいいんじゃないかな。で3回出るんでね、1日あとはね個人のね懐具合によって参加するかどうか試してくださいということで。それでこれ性能的にどう思います？倒してからにしようか、そこら辺のお話は。あ、そうだね、一応これが左がね A から S のグレートアップの枚数と、左があれだね、特技だね、特殊効果関連だね。 A が呪文 3% スキル HP6%、 それから混乱が 5% か。で、S になると呪文回復が 10%、 あ、スキル HP が 10% になって呪文耐性が 5% つくと。で、さらにやっぱね、皆さん周知の通りの特筆すべきはここですわね。HP がね、S になると 108、A でも85、まあほんと高い部類ですわね。あ、これやっぱあれだよね。脳書き長いでいきましょうか、とりあえず。とりあえずいきましょうか。バラモスはっきり言ってね、最初やったけどね、そんな強くなかった。別にそんなね、ガチでやってかんでもね、多分倒せる。なんかお助けマンとか来てね、なんか勝手にオートにしとるうちにね、よそ見しとって倒しとったら、まあ、そんなね余裕ぶっこくなってくるんですけど、とりあえずやっていきましょうということで、一回回復させておきまして、この距離でもね届くんですよ、これ。だから再三言っとる通りね、まあんまこの状況でそういうことはよろしくないですけど、こっから思いっきり移動してもついてくるんですよ、私のところへ。で、朝私そうだったんです。お前はそんなになんだ、こんな時になんか出とるんか、ちょっとあれだの、緊急事態宣言地域じゃないくせにね、予備軍みたいなところにおるくせにって、まあそういう話はね、すいません、さておきましてね。だって知らんかったもん、全然。いきなり予告見たらなんかボロモス来るとか言ったら、ちょっとしたらなんかね、竜巻もおるもんで、うわあそこに出たら何戻らなかんのとかね、あそこまた行かなかんのとか、出会い遠いじゃんと思ったら、なんかどんどん移動してくんですよね。だから私についてくるんだよね。あ、その予告の竜巻も、お、あ、そうだ、呼んでくるな。これがでも本当あれだよね、初心者の救済用じゃないですけど、このバラモスの性能もそうですね。1日3回なんでね、今から始めても多分ジェムに関しては配布していただけるから、まあ課金しなくてもそれ使えば、多分バラモス S1 体は取れるぐらいになってくるじゃないですか。1日3回だもんね、1ヶ月だったら90回だもんね。多分いけるだろう。そしたらこれあれだよね、僧侶系に持たせれるもんね。悪魔神官より明らかに体力あるしね、性能高いもんね。で、スピサル使うより体力あるしね。やっぱそういう初心者救済余地が結構、初心者誘致じゃないかなって。で、さらにバラモスもこれ強くないしね、お助けマン呼べる設定になってますね。
でさらにこのね村人じゃないけどそこら辺の効果もありますね。あ、これレンジャーがねこの武器設定でいきますと、あの手に入れたあれお笑い武器、お笑い武器簡単なインパクト、さっき最初に言ってますか、とりあえずなんだ、斧じゃないけど今回のガチャの武器を装備レンジャーにさせまして、これがね取っちゃったかな、せっかくなんでね、そうそうそう、あのあれアリアハン使ってます、三突です。まあまあまあ真珠とかもつけました、心もそうです、1100で2番目の魔法戦士がこれ雷神です、まあ、これが一番あれですよね、メインアタッカーにしましたね。おそらくね戦っとる感じだと多分デインとドルマもう それでやってきたら多分いいんじゃないかなっていう、ていうか多分ほとんどの人これオートで勝てると思いますよ。混乱とかが何、竜王とかあんなみたいにね、あの異常体制をめんどくさいことやるかなって、結構この応援があれですけどね、地味に地味に与えてくれますけどね、まあそれなんでね、とりあえずオートでいきましょうかと、多分オートでいきますよ素直に、うん、強いわ、強いっていうかあの応援もあるしね、やり始めの人とかでもレベル45とかぐらい来ればまあ倒せるぐらいの設定に、こう私のようなところの田舎らも多分一人なんでしょうね。でもね朝戦った時ね2人プラス応援が1人だった、だからこれ4人ぐらい集まるまでこうやって多分応援を入れるような人ですよね、ここのスラミチが呼んでくるの、多分想像で言ってますよ、まあ全部が全部あの解明されてるわけじゃないんで分からんすけど、じゃないかなって想像したんですよ。まあ、2人3人で戦わせる状況を多分なしにするんじゃないかなと。古文乱舞の方がいいのこれって。あ、でも2000当たるか。さあ、乱れフォースかかっとるな、これはな。そうだな、メガモンはまああれだよな、校内でのボスと違って、そのきつくて倒せんっていう、そのギリギリ設定、昔みたいな極悪仕様にはしてないですもんね。そうだな、応援のダメージでかいよな、やっぱな、あれ。ソロでも倒せるよっていう風にはしてあるんでしょうね、一応ね。1日3回みんな公平だよね。ジェムとか使ってね、俺今日20回50回勝ったぜ、イエーイ S2 体ヤッホーイっていうのを多分避けようとするんですよね。あのあれですよね、施設とかの何、ご飯とかじゃないけど、私の祖母とかそうですけど、家族が来たりしてね食べ物とかあげたりすると、その何他の人の前で食べさせるとやっぱ妬みますがね、人間だもんね、人の食べてもどうしように見えますか、男でもそうですが、人の女ってよく見えますが、多分そういう感覚と一緒で、だからこれメガモンでもあれでしょうね、1人3回ならね、その戦える回数は一緒だから、その運がいい悪いで S 取れる D 取れる、まあそこら辺のばらつきはありますけど、あのジムの力に身を任せてね、1日今日も50体勝った100体勝ったとか言って、ね、S3 体って多分そういうことすると他の人が欲しがったりね、妬みじゃないけどね、まあそこら辺の男を避けるために多分運営さんしたんじゃないかな、妥当だねこれね。私これ例えばこうやって1日3回ですが、3回でもいつもの自分のねエリアにメガモンスポットあるとしますが、何が出ると思います？ D だと思うんですけど、どうでしょう、どうだね、安定の D だね、安定の D だね。そういうところにやっぱねメガモン湧いてくると多分みんな行きたくなると思うんですよ。ちょっとお昼ご飯買いに行く、ついで買いに行くんですけどとか言ってね、家族代表して行くとしますが、息子にね、おうお前のおかず俺が買ってきたるぜって言いながらメガモン倒すっていう、多分そういう人が増えるだろうね。いや私やりそうだもんな、だからそこら辺を避けるところでしょうね。このメダルだろうね、これを貯めていくとなんか増えていくみたいですよ。世界中いただけましたね、お久しぶりですね、ゴールドもお久しぶりですね、ありがとうございますということで、1日3回ならまああれだよね、私これそこまでなんかバラモスあんま色気ないんですよ。どっちかというとメガモンの選択肢としてゴーレムとか選ばせてほしいんですよ。例えばここの強敵討伐でありますが、こういうとここれをメガモン討伐とかしてすると、ここにゴーレム、メタルドラゴン、バラモスとか、そのうちゾーマとかいう風にあったら、まあそこまではね望みすぎだね、運営さんにそこまであれだけどね、まあでもゆくゆくはそうしたんじゃないかなということで、このメダルをその朝1回当たった時見とったんですけど、このガーターベルトがまあ目玉じゃないかな。これが悪魔系 3%、 これが30、だから1日3回買って10日ぐらいでいただけますよってことね。今メダルなんかの2枚だもんね、多分1回で1枚でしょうね、これもそうだよね。あでも運によってあれかな、5枚とか10枚とかあるんかな、そこら辺どうなんだろう、どうだろう。まあでも一律にさせるだろうな、あのエコひいきじゃないけど妬みじゃないけど、やっぱ人のもん欲しがるでね、そうするとやっぱこういうなんて言うんだろう、まあ世界的なコロナの状況でね非常によろしくないからね、まあそういうのは避けるでしょうね。でそれより一番の最初から言おうとしてる私の課題として、このバラモスの心ってどうなのっていうのが、私のこれが僧侶
要は賢者の設定、これ別にドラゴンスライムとかどこにも他に何がおる、 あいついますか。まあベビル使うかどうかもして、別にベビルもあります。それからスノードラゴンでもまあいます。ここら辺はあれだろうね、選択としては多分下がるでしょ。ナウマンは持ってません。でもナウマン持っとる人だとこれどうするだろう、バラモス入れて何下げるだろう。さらに私グレムリンあります。これはもうあれだろうね、客観系になるだろうね、体力少ないしね、 10% だけだもんね、これのいいところはね。そんなんで持っとる武器に左右されると思うんですけど、これ例えば私みたいにタクトでその回復量上限制限がある人だと回復量そんなに盛る必要ないんですよ。これ今620ですかね、いやこんなんいらないんですよ。なんか外してキラマとか入れたりとかしたいんですけど、でもこれみんな耐性あるもんね。デスピサルヒャドとかあるしね、体力が少ないだけ。当然メタルホイミはね回復 7% ですけどね、不利な状態変化より全属性耐性 5%、 さらに我らのドラゴンスライムなんか全耐性 10%、 それから新刊先生に関してはねギラやイオがあるからね、どれが現役下がるかなってところ。ここにナウマン持っとる人がいると、ナウマンをどこに配置して、さらにバラモスの S が手に入ったりすると何を下げるかな。デスピサルを下げる、回復量とやっぱ武器によりますよね。私だとタクトなんで、もうこれかこれ以上回復量盛る必要ないんで、ピサロ下げるっていう選択肢はありですよね。ただその相手があとヒャド耐性があるかどうかですよね。あ、ヒャド攻撃してくるかどうか、そこら辺の兼ね合いですね。それによって上げ下げが、ひょっとしたら悪魔神官を下げる、全属性耐性をプッシュしていく、逆にイオとかあったらこっちをプッシュしていく。でもあれだな、ドラゴンスライムの全属性耐性を優先的に取るっていうのはありますね。逆にね、賢者とかそこら辺の回復量のリミッターない武器持っとる人、私だと光のタクトなんですけど、そういうの持っとる人だとここら辺のメタルホイミンのスキル 7% とかドラゴンスライムの 7% を欠陥してバラモス入れたり、それからナウマンか、持っとる人はナウマン入れたり、まあそれぐらいの人だと多分ナウマン持っとる可能性高いですよね。っていう風にやっていくから、これ確かにバラモスまあ性能いいのは分かるんですよ。ただそんなに色気が出んのが、私がその回復の武器に関してこれ以上リミッターをね外してくれるのはないから、これ以上回復量持っても、ただ体力面で採用するのはいいんだけど、ここに入れた時に何外そうかなって。体力面優先するのはピサロですわね、まあ、手に入れてみていろいろしてみた方が早いかなって。どっちみちあれだもんね、1日3回はまあ買ってくだろうね、いやおなしにねどうしてもあれだろうね。いくらね、色気がない色気がないって言ったら絶対身の回りにね、メガモン出たら多分倒しちゃうでしょうね。どっちみちあれだもんね、毎日手形1枚もらえるし、結局私何課金ガチャというかね、ジェム使ってガチャ引かんから結果的に余っていくもんね。メガモンに使うためにどっちかと残しとる部類ですから、まあまああれだろうね。ただ2体いるかなって、1体、そうだ2体あってもまああれだろうな。私だとあれだな、高2のボスはな、1人体制ではいけんから、回復は2人残らんときついから、とまあね、そんな感じでやりまして、割とあれだね、その人間の社交心じゃないけど、あおらんようにうまくあれだね、メガモンみんな一列にしてお金出したらね倒せるとか、その場所行けやというの、多分そこを避けたのは、あ素直にね私が言うわけじゃないけど賢かったよね。いや行ってしまいそうだもんね。だって例えばここら辺で言うと、ここら辺にちょっとタップするか、ここら辺水出てますが、あーカーソルだったりか、ここら辺の方のところにね3キロ以内ぐらいのところに1個メガモンエリアあるんですよ。そうするとこれあんなこんな出ちゃうと多分行っちゃいそうだもんね。いや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 、お前そんな時に不謹慎なと言われそうですけど、多分みんなねそういう感じは多分誰しも持っとると思うんですよ。言いにくいことをわざと私がね、ね、ジギルとハイとかね、代弁して言おうというところで、まあみんな多分それはあると思うんですよ。まあそんな感じでいいんじゃないかなってところでね。あとはあれだね、ここでゾーマが入ってくると、選択肢としてバラモスとゾーマを選べるとか、1日6回にするとか、1日6回ぐらいにするとあれだね、ウエンさんもあれだよね、手形で儲かるでジャッポジャッポだでいいんじゃないのっていうところで、まあ私的には。その頃にはまたコロナがどうなっとるかわからんですけど、とまあそんな感じでバラモスやっていきまして、一応 A と S の性能グレートアップの枚数なんかこんな感じでして、私の元には D しか落ちてこんですけど、まああれだね、3体ぐらい1日買ってたらどっかであれなんじゃないかな、ラッキーパンチ引いてくんじゃないかなって。そんなに無理して出して集めるのはあれか、これ嫌味とかそういうわけじゃないけど、私が持っとるであるね、僧侶系のやつ、悪魔神官とか、悪魔神官私ね、これドヤ顔するわけじゃないですよ、いじめんでくださいよ、
お前コロナの薬なんか出歩こうとしてバラモス集めようとしとるなと思われるかもしれないけど、悪魔神官私3体持っとるんですよ。でメタルホイミンが今2体目どうしようかなーというと今度あるんですよ。7パーだもんで、あの回復量はただそんだけなんですよ。あの体勢は分かりますよ。だからそこまでこの回復系に色気がないっていうの。ピサロも2体あるんですよ。お前はお前何こんなとこ最後にドヤ顔すんの、うわ気持ち悪い。ベビルも2つあるんですよ。で最低お前スノードラゴン4つです。うわお前ひでえな。お前クレムリンがね S とね A があるんかな。うん、何何お前何お前最後さらっとなんかドヤ顔しようとする。いやそんなことしない、そんなことないですよ、そんなことないですよ。一応ねあの言いにくいことで代弁したということでね。まあそんな感じでとりあえずね、なんだかんだ言ってねバラモスはねあのメガモンではまあね適当ですね、適当に買ってきますね。倒せる感じの強さですね。時間猶予もねかなりあるし、これ見取り目うーんとこっちだった。予兆が出るのが1時間あって、さらにこの倒すまでが、例えば1回目で見ると朝の10時から11時の間に予兆が出て、それから出現時間が11時から2時、実質3時間、その間の2時間、だから予兆タイムとか発生すると10時から2時2、4、4時間。まああれですよね、特にこんな状況だからそんだけありゃまあ倒せるだろうぐらい。さらにあれだね、ボスの強さもねどっちかで弱めに設定してあって、応援も来てね、私みたいな田舎地域の人でも。それからねいつものメガモンエリアに出るわけじゃないから、自分の今おる場所ひっついてくる、ほんとマグネットみたいにひっついてくるんですよ。これ朝私経験してるから分かったんですけど、お前こんな時に出歩くなよということで、長いなということで分かりましたということで、長い長いということで終わりましょうということで、まあそんな感じでね、バラマスとりあえず倒しましてね、まあね、コツコツと集めていきましょうということで、はいということで、そんな感じで終わり。